日本語コンテッペイ、日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日はこれからの言語学習に必要なことについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。寒い、はい、寒いですけど、まあ冬だから当たり前ですよね。まあ、受け入れていきましょう。ああ寒い寒い寒いと言っていっても暖かくなるわけではありません。寒いんだったらちゃんと着る、そしてちゃんと温かいものを飲む、ね、それしかない。着てますか？ちゃんと、まさか裸のままの人いないですよね。寒かったら着てください。寝るときに裸で寝る人いますよね。僕はちょっとそれは信じられないな。いくら暑くてもなんか裸で寝るのちょっと嫌じゃないですか。なんか汗かいたら嫌だし、汗かかないとしてもなんか汚くないですか。直接いろいろな場所が布団に つくでしょ、くっつくでしょ。でまあ僕が裸で寝て、なんか奥さんも裸で寝てたらちょっと嫌だな、やっぱり。なんか落ち着かないでしょ。はい。で、まあ僕たちは子供がいて、で子供が布団の中に入っていきますよね。僕たちのベッドに入ってくる。で、その時にちょっと裸だったらなんか嫌だな。はい。なんか嫌ですね。それはもちろん、なんか僕の子供は結構なんていうの、僕の上に乗ってきたりするんですよね。だからそこでもし僕が裸だったり、まあ少なくとも上半身だけね、 T シャツを着てなかったらなんか嫌じゃないかな。はい。というわけで、まあ寒かったら服着てください、みんな。ですね、今日のトピックはこれから の言語学習について必要なこと、ね、についてちょっと話したいと思います。まあ最近ちょっと英語で E メールを書いたりする機会がいくつかあったんですけど、まあまあいろいろな理由でね。でその時に思ったより便利になってるなと。まあ僕は G メールを使いますけど、まあ、いわゆるスペルの間違いってもう全然なくなりましたね。僕は英語のスペルが本当に苦手で、もし紙にね、ペンで英語を書いてくださいって言うと全然書けないと思うけど、まあ、簡単なスペルも間違えますからね。だけど書くと、その G メールに書くと本当に便利、すぐに訂正してくれる。ね、間違ってたらすぐにそこにオルタナティブが出ます。これでしょみたいなね。そしてたくさんのフレーズが出てきますよね。これをこう書けばいいですよみたいなサジェスチョンがたくさん出てくるでしょ。 iPhone とか携帯電話もそうだし、本当に最近ですね、ライティングが便利になった。ライティングをするためには、まあ基本的な文法とボキャブラリー、まあ中級レベルの言語力があれば書くことはできると思う。そして読むこともできると思う。読むときもたくさんのツールがありますよね。いろいろな、まあ辞書みたいなものとか、いろんなサポートがあって、本当に読んだり書いたりすることはテクノロジーのおかげで簡単になりましたね。だからですよ。だからなおさら、ね、さらにと同じね、なおさら、スピーキングとリスニングですよ。これが大事なんです。はい。実はやっぱり読んだり書いたりするのは、まあそもそも実は機会が少ないですけど、もし読まなければいけない、書かなければいけない時は、そういうテクノロジーのね、いろいろなサポートがあるんですよね。だけど読んだり話したり、読んだりね、話したり聞いたり、これは自分の耳、そして自分の口、ね、
あとはボディーランゲッジも含めて身振り手振り、自分の体でしかできないんですね。確かにあの一部のねサービスではこう携帯電話みたいなものを使って、ここに話をして、でそれが翻訳されて、他の人に伝わるみたいな、ね、こんにちはって言ったらアニョンハセヨみたいな、まあそういうあの技術もありますよね。だけどあれはやっぱり正直言って自然じゃないです。人間の自然なコミュニケーションにはならない。やっぱりコミュニケーションというのは言語だけじゃなくて直接その人の目を見て、話をする、ね、誰かが何かを言ってその顔をちゃんと見る、携帯電話に向かって話して携帯電話を差し出して、はい聞いてください、それであの人間のコミュニケーションが成立するとは思えません、ね、まあ、簡単なコミュニケーションはできるけど深い話とかあの絶対できない。でやっぱりあの通訳なし翻訳なしにその人の言ってることをあの聞いて理解する、そして話す、まあ僕がレッスンでやってるようなことですよね。でそういうことでしか人間関係というのは作れません。だからやっぱり、僕たちね、みんなこれからの語学学習者、言語学習者にとって必要なものはリスニング、そしてスピーキングということを感じるわけです。どう思いますか皆さん。はい、やっぱり本当にね、思ってるよりも書いたり読んだりすることは便利になってますね。本当に英語で、英語だったら本当に中級レベル、スペイン語でも中級レベルがあれば十分書いたり読んだりすることはできますね。本当に僕でもスペイン語書けるし、英語はもちろん書けるんですね。そういうツールを使えば結構綺麗な文章は書ける。だけどまあ読んで話したり聞いたりするのはやっぱり自分の頭じゃないとできないですからね。はい、どう思いますか皆さん。はい、頑張って聞いてください。今日はちょっと隙間時間ですから短いですけど、また今度いろいろ話します。それではチャオチャオアスタルエゴ、またねまたねまたね。